お疲れ様でした。撮影終了、しましたけども、その感想一言どうぞ。はい、今日の感想はですね、トータルすごい楽しかったです。久々にドラマもの撮らせていただいて、台本も結構私寝取られとか寝取りとか個人的にすごい好きなんで、めちゃくちゃ楽しかったです。そして、役も結構やりやすかったので、いい感じの作品になったんじゃないでしょうか。今日演じてみて楽しかったこととか難しかったとシーンとかあったら教えてください。楽しかったのは、大体一番楽しかったのは彼氏のお父さんに犯されてるところ寝取られ好きなんで難しかったのは、なんだろうな、本当にやりやすい役で、あんまりそんなに難しいなって思うところがなかったですかね。でも結構嫌がるのだけはそんな嫌じゃないのに嫌がんなきゃいけないからちょっと難しかったかな。はい、スタッフからの評判ですけど、ものすごい芝居とか嫌がってるシーンとかリアリティがあったというふうにもう皆さん言ってるんですけど、それに対してコメントと。本当ですか？めちゃくちゃ嬉しい。いや、そうなんですよ。本当は嫌だったんですよ。いや、嘘ですけど。すごいやっぱ演技とかね、褒めてもらえると嬉しいですね。これからも頑張ります。はい、じゃあこの作品の見どころを、宣伝マンみたいに、一言ちょっと教えてください。この作品の見どころです。見どころは、やっぱりこの主人公ゆみちゃんのこの感情っていうか、この落ちていく快感に負けてこう落ちていくところ、だんだん最初はすごい嫌がってたのに、だし彼氏のお父さんだし絶対ダメじゃないですか。なのにその奥手な彼氏が何もしてくれない、こっちはモヤモヤしてる、そんな時にすごいセックスが上手い人が現れてどんどん落ちていくんですよ。で彼氏に罪悪感を抱きながらもこう泥沼にはまってってしまうというか、やっぱそういうところがね、寝取られの醍醐味じゃないでしょうかね。はい、この YouTube 見てくれたみんなありがとうございます。きっとねこれを見てくれてるってことは、作品もね見てくれるんでしょうね、当たり前にはい、絶対にこの作品おすすめなんで買ってくださいね。そしてよかったらレビューとか私のツイッターとかなぎらさんのツイッターとかでもいいんで、作品の感想とかくれたらすごい励みになります、頑張ります。なのでそれもよろしくお願いします。いっぱい見てくれてありがとうございました。作品楽しみにしててね。